こんなのを私が指摘するまでもないけど、マジで東京新聞、邪魔だから、もちき磯子を官房長官会見に送り出すな。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2023年8月31日ですね。で、この動画では、東京新聞、もちき記者が、また官房長官会見でおかしな発言をしている件、そしてそれを会見で官房長官に説明されると、 ツイッターで愚痴ってる件などをお伝えしたいと思いますので、いそこ、お前いい加減にしろと思われる方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜11時半からのライブのリンクをコメント欄に書いてますので、良ければライブへの参加もどうぞ。では、今回の目次はこちらです。 で皆さんもご存知の通り原発処理水の海洋放出は始まりましたがその際にあらかじめ国際的な機関である IAEA に依頼して計画が問題ないかのチェックをしてもらってるんですよね。そして IAEA としては計画は問題なく海洋放出によって人体への影響も無視できるほど小さいとかそういう審査をしてましたよね。 また、最後の一滴が放出されるまで IAEA は福島でチェックしますよということも言ってくれてます。また、こちらは西村大臣の8月30日のツイートですが、福島第一原発には IAEA の職員が常駐し、東電のモニタリング分析のプロセスは IAEA の監視の目を取り入れることで透明性と客観性を担保します。 IAEA、e、自身も放出前の処理水や放出後の海域について独自のモニタリングを継続しますということで単に日本が自分たちだけでチェックするのではなく IAEA、e、によるる監視も継続さされれことが示されてま,す、ね、また変な人が湧いてきたら嫌なので言っておくとトリチウム以外の各種とかもモニタリングしてますからね。 ただ、このような日本のやり方に疑問をずっと持ってるのが東京新聞、もちつき記者ですね。では、ちょっと本日の松野官房長官会見の様子をご覧ください。 えっと、本当は処理水問題について、もち記者はもう少し話をしていますので、全部引用したいのですが、まあそうすると長いからね。ですから、もっと見たい方は、ぜひ概要欄参考動画から元の動画をご確認ください。20分会見のうち、半分がもち案件だぞ。 では持月記者が処理水海洋放出にあたって I A E A は第三者としておかしいのではないかということを指摘する場面をご覧ください。ではどうぞ。先ほどの今の関連東京も続きです。えっと W T O 提訴ということにまあ反発ということでニュース出ております。あの提訴を実際検討しているかということとこれに放出に関する、まあ、中国の対応にですね。それからあの I A E A というもののまあお墨付つく得ていると。 政府、繰り返しておりますけれど、まあ、ここはあのご存知のように、日本が40億円負担金を、えー、運営負担金を年間出していることや、まあ、9人の原子力規制庁の職員が出向していること、また IAEA のレビュー、これは日本政府と東電の情報しか、これをもとに、えー、日本政府の言い分をある程度認めているという流れの中で、まあ、この他の代替案等々についての検討がなされていないなど、まあ、IAEA、e、の中立性そのものを問題にする声もあります。 このことについて、長官としてはどう考えているのか、お聞かせいただけますか。えー、まず、WTO に対する日本の今後の対応について、ご質問をいただきましたが、WTO その他の関連協定の枠組みの下で、今後の対応につき、 予断をもってお答えすることは差し控えさせていただきますが。まあ、何が最も効果的かとの観点から。まあ、さまざまな選択肢を普段に検討してまいります。え、また、I. A. E. A. についてのご質問をいただきました。まあ、ご指摘の分担金については。国民からの税収によって、さまざまな活動を行っている国家とは異なり。国際機関には固有の財源がないため。 その活動に要する費用は、主として加盟国からの分担金及び拠出金によって賄われています。代表的な国際機関である国連について言えば、分担金の比率は3年ごとに行われる交渉によって決められますが、基本的には加盟国の支払い能力に応じたものとされています。すなわち、すべての国が同様の支払い能力を有するわけではないことから、 経済力の大きい国が相対的に多くの分担金を支払うことになっています。IAEA、e、の分担率についても同様の考え方に基づき、基本的に国連分担率に準じて策定される基本分担率をもとに定められており、2023年予算における日本の分担率は7.758%となっています。なお、中国の分担率は 14.505%であります。また、職員に関する御指摘については、国連関係機関は、できるだけ幅広い地域から職員を採用することが求められており、加盟国等様々な国籍の職員を採用するのは、当然のことであります。IAEA、e、においても同様であり、我が国のみならず、様々な国籍の職員が採用されていますが、 これらの職員については IAEA 検証において職員の中立性が確保されています。かかる状況を踏まえれば日本の IAEA に対する分担金や IAEA、e、における日本国籍職員の存在を理由として今般の包括報告書の中立性に疑問があるとの主張は全く当たらないばかりでなく 国際機関の存在意義そのものを失わせかねないものと考えます。IAEA、e、は原子力分野において、健康や人命等に対する危険に関する安全基準を策定、採用する権限を有しています。今回の IAEA による包括報告書は、IAEA、e、自身が選定した外部の国際専門家を含め、独立した第三者の立場から 科学的知見に基づいて関連する国際安全基準に合致しているかどうかを評価したものであり政府としては独立かつ中立のものと評価しています。なお国際保健機,保健機関 WHO も処理水放出についての日本の規制基準は国際的な放射線の基本的な安全基準に基づいている。当該国際基準は WHO のほか 7つの国際機関が共同で支持している旨、述べていると承知をしております。以上ですね。いやー、恥ずかしいね、もちきさん。IAEA、e、に日本から40億円も払われてるんだ。日本の原子力規制庁の職員が9人も出向しているんだ。だから IAEA は公平な第三者って言えないんだ、とか言ってる。そして IAEA の中立性を問題視している声がある、とか言ってる。 うーん、ごまかしなさんな。それ、東京新聞さんが疑問視しているだけでしょそれに群がる変な人もそうかもだけど。 実際東京新聞が2023年7月8日に原発処理水の放出にお墨付き IAEA、e、は本当に中立か日本は巨額の分担金電力業界も人員派遣という見出しの記事を書いてるんですよねそこではなぜか2015年度分の分担金が加盟国中第2位だとかそんな話を書いててさも日本が IAEA に影響力を持つかのように書いてる。 ただこれこの記事が出た頃に散々叩かれたんだよねいやいやなんで最新情報を出さないんだって最新情報だと中国が加盟国中第2位なんだよね <laughs> てか松野さんも中国の負担率が日本の倍ってのが最新情報だって言ってますよね金を40億出したからって話をするなら中国の方がよっぽど金を負担してるんだから IAEA、e、が中国寄りのことを言わないのはおかしいよね 餅き理論だとねそういえば当時ツイッターで東京新聞アカウントがこの件を報じるといっぱいツッコミが入ってましたそして松野官房長官の言葉がきついね「国際機関の存在意義そのものを失わせかねないものと考えます」ですって「お前国際機関のこと何も分かってないだろ」ってバカにされてる気がする。 で、このように、まあ私からしたら、完全に持月さんは話にならなかったように思うのですが、その持月さん、記者会見後にツイートをしていますね。こちらは8月31日午前11時49分の持月記者のツイートですね。以下引用です。松野裕和官房長官は31日午前のみの記者会見をまたも20分で打ち切り、処理水の海洋放出や、 東電や日本政府が出した資料しか見ずに出した IAEA のお墨付きについては延々と準備していたとみられる文書を読み上げ中国の金融措置への反論を続けた以上ですね。うーん、恨み節 官房長官が自分独自の考えを述べる場でもないわけで、準備してきたもので説明するのが原則なのは当然だし、特に IAEA についての中立性はどうかってことについての説明について、準備してきたもので説明して何が悪いんだって話で。 しかもそれが話の噛み合ったものじゃないならあれですけど望月記者の言いがか,かりを今節丁寧に論破するものじゃんそれに20分で打ち切りってあなたその20分の中の半分ほど占有してたやんしかもあんな内容で それに、東電や日本政府が出した資料しか見ずにって、日本側の計画が国際基準に照らして問題がないかチェックしてるんだから当然で、先ほど紹介した西村ツイートにもあるように、実際の計画の実施においては、IAEA、e、自身も放出前の処理水や放出後の海域について独自のモニタリングを継続しますって話なわけで、それで問題あるんかって話なんだよな。 それにしても、もちつきさんは、なんで、日本が40億円出してるってことを持ち出したりしたんだろう。散々論破され尽くした論点なのに、準備をしてくる官房長官に投げかけて、意味があるわけがない。で、私はこの手の議論を最近注目してますから、よく見ますが、IAEA、e、が中立じゃないって話をする人がいるのはいますね。ただ、その人がその際に、処理水放出を反対する意見を述べる際に、参照する機関が、反原発団体、なのはなんでやねん。 なんで IAEA の中立性に疑問を持つ人が自分の根拠にしている意見を発している団体の中立性を疑問視しないのかよくわからない。そしてそれこそ持月さんは例えば8月26日にこのようなツイートをしています。以下引用です。最初から海洋放出ありき、原発処理水の放出開始、地元漁師は不安感募らせ、無力感しかない報道特集。 実はタンク内の処理水は一度はアルプスで浄化処理をしたものの7割近くはトリチウム以外の放射性物質を取り切れておらず排出基準値を上回っているのだ東京電力の担当者は東京電力リスクコミュニケーター高橋邦明氏134万トンくらいの水を保管していますが66%くらいは基準を上回る水になっている以上ですねただこれはそもそも望月記者が tbs の記事の一部を引用したものであって引用されている部分だけ読むとまるで海洋放出するものが基準を満たしてないものであるかのような情報しか書いてませんが元の記事では今基準を上回っているものも再処理すれば基準以下に落とすことはできるということが書かれているんですねはいそもそもアルプスの設備って以前より飛躍的に性能が向上したんですよねですから実際に放出する際にちゃんと基準値以下になるように に昔のものも再処理した上で放出するのにそこを引用してないまああ元記事を読まない人が悪いわけですが SNS では見出しだけツイートだけしか見ずに誤読する人が多いのはみんな知ってるわけで望月記者はなぜこのような誤解をさせるようなツイートをしてるんだろうか読み手を誤読させることを目的にしてませんか 私からすると IAEA、e、の中立性よりももっと気にするべきことがあるのではないかと思うんだけどね。 私は、もちさんが、すごくね、バイアスのかかった話をしていて、聞いてる方からすると、なんか別の目的があるんじゃないのかな、とかね、もしくは以前からいろんな人に指摘されてますけども、活動方変わんねえんじゃねえか、そんな風に思ったりもするんですけども、皆様はいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、ちょっと過去に出した動画で、長時間動画だから人気がなかったような気もしますけども、もち磯子のね、問題発言3連発を20分程度の動画にまとめた ものをこちら側にまた、結構前になりますけども、望月記者がトマホークミサイルの件についてデマを垂らしてね、訳の分からんことをほざいてた件について、ご紹介した動画をこちら側にご用意してますので、ご存じない方はね、ぜひともチェックして,ってください。では、ぜひともチャンネル登録、そしてね、高評価ボタンのチェックもね、忘れずにしてってください。では、次の動画、もしくは明日のライブなどでお会いしましょう。バイバイ。